さあ、合ってるでしょうか、合ってるでしょうか、合ってるでしょうか。あ、正解。わかった。何ページ目ですか。これ9ページ目。お、9ページわかった。お、お、いいね。9ページ来てますよ、9ページみんな。世の中って腰痛の主義ってめちゃめちゃないですか。あといろんなこといろんな先生がいろんなこと言ってないですか。言ってますよね。でもそれって別に何が正解とかじゃないんですよ。で、私がよく言ってるのは、そのお客様が楽になれば正解なので、まずそこを知ってくださいと。でね、この先生はああ言ったから違うんじゃないかとか、そういう話じゃないんで、その腰痛に関しては今日もやりますけども、いろんなね、似たような主義とかもあります、先生方。でも、私最近よく思うんだけど、まあ YouTube もそうですけど、結局ね、ある程度のレベルまで行っちゃうと、狙う場所が同じなんですよ、実は。さあ、狙う場所はどこだと思います？岡島さん、腰痛。ある程度行くとね、本当にね、名だたいね、ゴッドハンドの先生もね、あ、結局そこかい、みたいな。そこをどういうふうに施術してるのかとか、あとは、その先生が、そのお客様に対してどう説明してるのかとか、そっちの方が重要になってくるんだよね。同じことをやってても、説明ありきじゃないと、しっくり来ないんだよね、お客さんって。すっと、あ、なるほど、みたいな。で、知識自分がしっかり覚えて、あ、それでちょっとこういう感じなんだ。じゃあ、こういうふうに戻せばいいよなっていうのがある程度できてくると、結構ね、自信持ってね、お客さんとトークできるようになるんですよ。そうするとね、リピーターになりやすいです。なので、喋れる喋れないじゃなくて、喋らないといけないんですよ。喋って、そのお客様を説得させるだけのトーク術みたいな。そうなると本当にリピーターになりやすいです。まずね、筋肉の名前、腰痛に関する筋肉の名前。まず基本からいきますね。まずね、ちょっとみんなスタンドアップフリーズですね。腰痛に関わる筋肉。自分でまず触りましょう。はい、腰痛、大事な、大腿筋膜張筋。はい、触ってみましょう。大腿筋膜張筋。どこでしょう？はい、ここです。この斜めの上です。ここ。これをこうやってずらしてみて、筋肉出てきます。モリって出てこない。まあそこまで触れれば、あとは大事なとこは、ちょっとお尻の筋肉はこれからちょっと細かくやるので、いっぱいあるんですよ、大事なところが。あと内転筋群もそうですけど。はい、じゃあ座ってみていいですか。で、まず、ちょっとね、解剖的なところもちょっと入れていきたいので、はい、この骨は、何という骨でしょう。名前。はい、寛骨と。寛骨ね。全体を寛骨と言います。その中が3つに分かれています。はい、腸骨。これが腸骨という部分。腸骨梁。で、これが座骨。座骨。で、恥骨。恥骨。ここ、ここの骨。これ3つ合わさって、寛骨。で、ちっちゃい頃は、これが離れているそうです。だから名前が違う風に。赤ちゃんの時は離れてる。だから名前が違う。で、大人になっていくと結合組織がくっついていって、1つのように見えると。ちなみに仙骨もそうです。仙骨も5個に分かれてます。こういうふうにかな。こう横に。で、最後5番が尾骨になってます。それも赤ちゃんの頃に分かれていて、で、徐々に大人になるにつれてくっついて。その時に、赤ちゃんから、4足歩行から2足歩行になる時、尻餅いっぱいつくから人間って腰痛になるんじゃねえ説もあるんですよ、実は。ここめちゃめちゃ押しつくんで。で、腰痛のメカニズムね、これすんごい大切なんで、最初の話しておきます。大体、腰痛い人って同じ場所なんですよ。いや、いいよいいよ。痛がる人って大体ここら辺か、ここら辺が大体痛がってる。うんうん。OK。で、ここが痛い人とここが痛い人の意味が違います。でも、腰椎四五番なのか、仙腸関節なのか、わからないんですよ。実際どっちが痛いのみたいな話でも仙腸関節って面白くてこの仙骨ってもっとね中にこうなってるんですよ
ここだけじゃない、見えてるとこだけじゃなくて、特に私よくぎっくり腰の勉強会でよく使うところなんですけど、ここです。ここの関節だから、あのたまにお客さんいますけど、そこだけ触らないでくださいっていうお客さんいるんですよ。いないですか、ここを触らないで痛くなっちゃう。なんで痛くなっちゃうの。ここから辺から全部しびれがきてる。座骨神経痛は右なんですけど、なんでかわかんないんですけど、左足にしびれがきてて、なんか左足大きくなってない。そうなんですよ、あのごめんなさい、私内側靭帯伸ばしちゃってるので、半月板、そういうのがね、ここでサッと見れるかどうかっていうのも結構ポイントだったり、うん、するとお客さんが、え、なんで分かったんですかみたいになるじゃないですか。だって明らかなんで。先生、なんかそこ痛いです。うん。まあ、ここですよね。だから4番、5番。これ痛みある？右側が痛い。右側が痛い。オッケー。仙骨、どう？なんか左側に違和感。ああ。ちょっとある。これみんなちょっと見てほしいのが、こことここを触ってるんですけど、本人は左に違和感があると。これそこまでないけど、左がちょっとガニになってて、ガニ系の 0.5 ぐらい長いのかなぐらいの感じかな。腰痛いですか。若干痛い。これも一つの目安だ。だからこっちに戻してあげる方向にやれば、戻る方向、痛みが消える方向になります。だ、仙骨以上ですね。仙骨なんで、仙骨にくっついてるのはもう起立筋だ、広背筋だ、もういっぱいついてるので、この辺のほぐしも重要になる。あとその場合は、関節ってモビリゼーションって言って、こう動かして揺らしてあげるみたいなのが有効になります。そしたら左右どっちも動かすんで、あの意外と歪みが取れる方向に戻ってきます。さっきと同じ感じで触ります。はい、バランス取れたかどうかも。あ、バランスも変わったな。あ、全然変わりましたね。さっき傾いてたじゃないですか。それがないですね。はい、4番いきます。これ、骨。え？これよ、さっき、ズキって痛かったやつ。特に痛くない。痛くなった。なくなっちゃいます。今は効くからね。すごい。すごい楽だった。セラピストの方が指が痛すぎて施術ができない。整えるという意味は、整体の場合は体と心と支えるチップを受けるので、体に向かって中心的に脊髄によってグッと押されると、中のゼリー状のものが飛び出して、ここの黄色い神経に触れる状態、この神経が手までいってる。ちなみに今状態がこれぐらいです。これスーッと左がビビビビビビって、で右に向いてもビビビ。